ラッキーウッキーこよっこー、トーベイです。はい、皆様おはようございます。本日はですね、3月12日の土曜日でございます。豊明市はですね、大倉公園までまた長考に来ました。懲りずに長考に来ました。また前回ですね、水広公園でですね、まあ2、3枚あげれましたんで、なんとかこちらでもぼちぼち釣れるんではないかと、ないかと思いましてですね、また懲りずにやってきました。今日はですね、小さい階段の方でですね、調校していきたいと思います。本日は10尺のセット、こちらを使ってですね、なんとか大倉での1枚をですね、釣り上げたいと思います。それでは最後までご視聴の方よろしくお願いします。それではやるぜ。はい、本日使用するバラケです。サナギパワー段差バラケ新 B、 そして一番奥にもじりさん、こちらを使用していきたいと思います。はい、そして食わせの方はですね、簡単、こちらを使用していきます。私の簡単の方には、トロスイミー、ペットボトルのキャップ、2杯分が入っております。はい、4種類入れました。これはですね、いつも通り攪拌です。スケさん、かくはん、ちょっと違う、やっぱり違うね、違います。はい、ここにですね、大倉1、そしてわしゃ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 、全体にね、水が、全体に水が行き通るように熊手でかき混ぜます。完成。はい、続いて簡単ですけどね、お水が入っております。ここにですね、簡単入れます。簡単、ちょっと山盛りですけど、こちらを入れます。入れました。そして蓋します。そしてシェイク。はい、頭を振る必要はございません。音がしなくなったら OK。 はい、開けます。はい、緑スライムの完成です。はい、私のね、簡単の方にはトロスイミが入っております。こちらをポンプに入れて使用していきます。はい、それではですね、タモで魚をすくいに行きたいと思います。はい、俺の朝はいつもここから始まる。朝日モーニングショット、ワンダ。何がワンダじゃよ。ぬるい。はい、それではですね、調校を始めたいと思います。よろしくお願いします。せーの、わっしゃい、着弾。はい、それではですね、いつも通り浮きに何らかの変化があるまで打ち込んでいきます。はい、さつけました。せーの、わっしゃい、着弾。そして道と沈める。そして浮き探しの旅。はい、餌つけました。せーの、うわっしょい、着弾。そして道と沈める。そして浮き探しの旅。本日はですね、風速位置の情報なんですけど、池の方はですね、ちょっと風があります。
セットでやってるんですけどね、やっぱね流されちゃってね、ちょっとセット向きではないですね。池の中のね流れもちょっと速いように感じます。はい、餌つけました、せーの、うわっしょい、あ、しまった、餌が落ちた、餌落ちた、やり直し。はい、作りたてのね餌はねあまり揉み込まないようにしましょう。ケージ変化でね餌の方がどんどん重くなってきますんで、そこはね注意しましょうね。思ったより風あるな。9時の時点ですですね、風速1とか言ってたんですけど、思ったより風の方はあります。しかも向かい風という。なんかジャミあたり来とるわ。はい、空にはヘリが飛んでおります。そしてジャミ1匹目。はい、1ボール目は終了しました。モロコ2匹です。まあモロコが動けばね、なんとか魚も動くんじゃないかと思いますが、今のところごっつん1回だけです。以上、現場からは以上です。バナナかよ。戦っております。今日もすごいのと戦っております。おい、誰か助けて。たまに入るサイズじゃねえな、またこれ。もうね、どういうこと。ヘラ釣りに来てるんですけどね、毎回ね大物のフナさん、フナ見てないから3つ目なんだよ。これね、皆さん大きな声じゃないですけど、これ3つ目なんです。ちょ勘弁して。釣り上げてやるぜ。なんか赤いのも来とるぞ、なんか赤いのも来とる。どうなっとる、どうなっとる。戦っております、東部戦っております。今日も魚と戦っております。どうしようこれ。あー、ワイルドキャッチ。まさかのワイルドキャッチ。下張りにがっつり食っとるな。あいかどうしようもない。これよいしょよいしょ。おい、はい、ようやくへその緒が切れました。いやお疲れ様でした。東米です。今日もね大倉池に調校しに来ましたけど釣れませんでした。はい、鯉がね3回かかったんですけど、1つはね動画になったかもしれないですけど、あとの2本はね残念ながら動画にすることができませんでした。まあヘラの方もね釣れる傾向がございません。まあ、ちょっと動画の方には映してないんですけど、たくさんヘラの方ね死んでおります。ちょっと池の状態が良くないんじゃないかなってね、考えますね。まあいつになったら釣れることやら、次はまた水広公園の方に遊びに行きたいと思います。それではいつものやつやっていきます。いいねと登録よろしくお願いします。